暑いな黒部。素晴らしく暑いぞ。暑い。暑い。明日は京都か。京都だ。京都も暑いか。京都も暑いんだろうな。どうなんだ京都は。暑いのか。暑いのか。明日ジェイクさんと俺が組んでスワマフィナンシェ組と勝負だこの野郎。大田区でやられたフィナンシェのお礼をしてやらないといけないなお前。京都でお前。諏訪間近藤修司お前勝負だお前この野郎お前ということだ。ああ諏訪間よく覚えとけ。そうだお前この野郎お前。今日ネクストリビュー2人になって初めてだ。見ただろこれがネクストリムだ。ここから俺は三冠ピローとそうかな。何も沈んじゃいない。次を見てんだ。さあ京都明日だ。永田裕二さん10年ぶりの遭遇か。さあどうなる京都。10年ぶりに何が起こるのか楽しみにしてますよ。ああ2人ネクストリーム始まって最初の1戦目黒部大会のメインイベント。ああでもみんな分かってると思うけど言わなくても分かってると思う。敦貴と青柳さんがいなくなって俺が繰り上げられただけだよ。ああああなんだ2人で始まってなんだスタッフ選手と雑魚か。ああふざけんな。次から負けねえよ。負けても負けねえよ。ああ何言ってるか分かんねえってうっせんだよ。分かってんだよ。でも俺は負けねえからな。